大丈夫ですか三蔵。さすがの三蔵様も風には勝てないってか。うるさい。風ってそんなに辛いのか。てめえには一生わからねえだろうな。バカは一生風邪ひかねえって言うから。バカって言うな。てえのバカザル。バカって言った方がバカなんだよ。バカのバカって言った方がバカって言った方がバカなんだよ。あったかかろ。二人ともワンパターンですよ。バカなんだよ。うるせえ。バカって言った方がバカって言った方がバカって言った方がバカなんだよ。バカお前はうるせえっつってんだろうが。僕を悪夢から呼び戻してくれた。僕の名はランパ。この村にたった一人残った妖怪だ。最後の約束。1年前。そう、1年前までは村も人間と妖怪が仲良く共存していた。僕は絵を描くことが好きだ。そして村のみんなも僕の絵を好いてくれた。もちろん彼女も。いい絵ね。きっと子供たちも喜ぶわ。子供の頃を思い出して描いてみたんだ。やっぱこの二人、昔の私たちみたい。村で小児科医をしている彼女の名はリンラン。ランパは昔から絵を描くのが好きだったね。でもこう村のあちこちに自分の絵があるとなんだか恥ずかしくて。それだけみんなランパの絵が好きなのよ。私も大好きよ、ランパの絵。僕はリンランにそう言われるのが何よりも嬉しかった。しかしそれはある日突然に起こった。凶暴になった僕の仲間が人間たちを襲い始めたんだ。村を出た。いつかはこの僕も他の仲間と同じように凶暴になって。運命って悲しいもんですね。あなたは。私はあなたを助けに来ました。助けに。はい。先生が僕のところに現れたのはそんな時だった。先生はあちこちで僕のような妖怪の治療をしているらしい。希望を捨ててはいけませんよ。先生は僕に薬をくれた。味は全くないがとてもよく効く薬だそうだ。どうです。ええ、なんだか効いてくる感じがします。そうですか、それはよかった。お大事に。どうもありがとうございました。あ、そうだ、これあげます。日記ですか。毎日つけるといい。暴走を止めるためには自我をしっかりと保つことです。はあ。
この一年、僕は何度もこの土地を離れようと考えた。でも、僕には守らなければならない彼女との約束がある。今年の誕生日は何もあげられなくてごめんね。来年こそはお金を貯めて。ううん、いいのよ。でも、もし何かくれるなら、ランパの絵がいいな。え？そう、私の絵。私の絵を描いて。一生の宝物にするわ。もうすぐ、その約束の日が来る。この絵を描き上げるまで、僕はここを離れない。これ。気をつけろ。すみません。妖怪？で、違う。この村にはまだ異変の影響を受けていない妖怪がいるようですね。行くぞ。ランパ？リンラン。村に来たら危ないじゃない。今度絵の具がなくなったら私が届けに行くから。あの絵、もうあんな風に人間と妖怪が仲良く暮らせる日は来ないのかな。ランパ、リンランは僕のことが怖くないの？当たり前でしょ。彼女は今も昔も変わらない。それだけが僕の救いだ。どうしたの？大変！すぐ手当てしなくちゃ。ごめん僕。ランパ、姿は見られたくない。三蔵、食わねえのか？三蔵、こういう時こそ栄養は取った方がいいですよ、三蔵。風邪の時ぐらいタバコやめたら？余計なお世話だ。三蔵一行、妖怪を倒すために旅をしているっていう、あの。なあ、三蔵、それ食っていいか？好きにしろ。ラッキー。きっと。って、おい、人の春巻き勝手に食ってんじゃねえよ。お前のが。俺だ。お前のが。なんで、三蔵のが。お前の名前。まさか、僕を大事しに。静かにしねえか。ランパ。ランパだ。妖怪がいるぞ。ではさっきの妖怪が何しに来た？ランパ、二度と来んなよ！三蔵。だから無理すんなっつったろうが。そんな目で僕を見るな。違う。僕は違うんだ。風邪ですね。お薬出しときます。よかったですね、三蔵。びっくりさせんなよ。素敵な絵ですね。あなたが描いたんですか？いいえ、村の外れに住むランパって人が描いてくれたんです。ランパさんって妖怪の？知ってるんですか？ええ、先ほどちょっと。そうですか、彼がこの絵を。言いにくいことですが、今この桃源郷に住む妖怪のほとんどが凶暴になって人間たちを襲っているのはあなたもご存知でしょう？ええ、でもランパなら大丈夫です。
だってこんなに優しい絵が描けるんですもの。大丈夫。ええ、僕も好きだな、この絵。頭が、やっぱり僕も他の妖怪と同じなんだ。もうここにはいられない。ご旅行ですか？先生。いいんですかね。今出て行ったら彼女との約束破ることになるんじゃないですか？リンナ、僕はどうしたら。先生は僕をベッドに寝かせ、いろんな楽しい話をしてくれた。先生の声はとても心地よく、僕は久しぶりに安らいだ時間の中にいた。気がつくと僕は夢の世界に。僕は歩き続けた。何かを探しながらいつまでも歩き続けた。一体僕は何を探しているんだろう。三蔵の方はだいぶ良くなったみたいですね。ああ、てめえ俺に打ち合って許せねえ。そういえば昨日の夜この近くの農場が荒らされたらしいですよ。それがどうした？別に、ただちょっと気になって。大したことじゃなければいいんですけど。やっぱりあなたも負の波動の影響を受けていたんですね。あなたたちは。ドアが開いてたんで悪いとは思ったんですけど入らせてもらいました。待ってくれ。殺さないでくれ。僕には守らなければいけない約束がある。勘違いするな。通りかかっただけだ。その絵、リンランさんですね。どうして？連れがリンラン先生に見てもらってましてね。そこであなたのお話を伺ったんです。あともう少しで完成するんです。それまでお願いします。行くぞ。三蔵。俺は絵のことは分からんが、それが完成したところは見てえかもな。待ってください。もし絵を描いている途中で僕が、その時は僕のことをお願いします。ランパさん。気が遠くなる。リンラン、全てを忘れてしまってもいい。だけどこの絵だけは何があろうとも完成させる。それが彼女との約束だから。
けだ。この絵だけは。現実だ。そんな、ランパが私を。きっとランパさんはリンランさんにこれを渡したかったんですよ。これはこの絵を描くために、あなたは今まで限界の時が来た。きっとこれが最後の日記になるだろう。でも僕は後悔していない。君との約束を守るため、僕は僕として生きることができた。ありがとうリンラン。生きるって大変なことなんですね。ニー博士、玉面講師様がお呼びよ。飲む？これは薬？いいから。水？ピンポン。何の効果もない普通のお水でした。おしまい。のどかですね。和んでる場合かよ。こんなとこに宿屋あんのか？ねえ、飯は？飯は食えるよね、三蔵で。どうかしました三蔵？いや、ちょっと気になってな。飯屋のことだろ？宿だ。ここの村人のことだ。ん？なんか変か？無防備すぎる。まあ普通はよそ者が来ただけでも警戒するわな。それに入ってくるのは人間だけとも限らないご時世ですしね。もし旅のお方ですか？妖怪？全く気配を感じなかった。なんだ貴様は。やめてください。銃を下ろしてください。この方は悪い妖怪ではありません。そうです、旅のお方、スイカ様にひどいことしないでください。お願いします。どうやら警戒していただけたようですね。あ、そりゃよかった。眠る思い出。お口に合いますかしら？妖怪に異変が起きているのは私も聞いていますわ。ですが自分は正気を保っているとでも言いたいのか？
あ、すみません、ごちそうになって止めていただくのに疑い深いことばかり言って。お気になさらないで。危険な世の中を旅していらっしゃれば慎重になるのは当然でしょう。てめえ、それ俺の春巻きだっつって。俺のだよ、目つけてたんだから。あら、喧嘩しなくても大丈夫よ。お、やったー。一人で食おうとすんじゃねえ。これとりあえず悪い気配は感じられませんね。毒が入ってるわけでもなさそうだしな。いるんだ、俺たち以外にも異変の影響を受けていない妖怪が。だとしてもいつ暴走し始めるかわからん。異変に関して詳しく分かっていない以上何とも言えませんね。罠ってことも考えられんな。罠？俺たちは妖怪にとっちゃお尋ねもんだからな。彼女からは邪気が感じられませんでしたけど。だよな。なあ、料理のうまい親切な妖怪って思っちゃダメなのかよ。いいよな、お前は飯さえうまけりゃ万事オッケーで。そういう意味で言ったんじゃねえよ。とにかく明日の朝出発するぞ。え？警戒するに越したことはないだろう。ええ？明日はもっとうまい飯作ってくれるって言ってたんだぞ。なあ、やだよ。観光旅行じゃねえんだよ。悟空、次の町には有名な肉まんの店がありますよ。マジで？早く行こう、早く。つうか、なんだよその本は。で、他に名物は？なあなあ、うまい食い物の店。待てって。お、こら。その店には悟空は入れませんよ。お前ら、とっととてめえの部屋へ戻れ。お水をお持ちしました。ああ、どうも、お気遣いありがとうございます。これは？ああ、スイカ様の歌声です。ああして毎晩歌ってくださるのです、人々の悲しい過去に。悲しい過去。どんな人間にも悲しい思い出ってあるでしょう。その思い出が人々の眠りを妨げないように歌を歌ってらっしゃるのです。はあ、よく眠れるはずですよ。引き立て合って綺麗でしょう。そう、あなたを拾って育ててくれた人なの。光明三蔵、俺の師、俺の父、俺が認めたただ一人の三蔵法師。強く終わりなさい。守れなかった。なかった。いいのよ、もうこれは夢。眠りなさい。守れなかった。何を。Thank you.
血の色の髪と目が。母さんは悪くないんだ。俺が死ねば母さんはもう泣かずに済む。そう、でも。兄貴。あなたの存在が歯車を狂わせてしまったのね。誰もいない、誰にも愛されない。そんなことはないわ。安心して眠りなさい。帰ろう、カナン。僕が守るから。カナン、もう遅いよ。さようなら。カナン！誰か僕を殺して。たくさんの命を奪ったのに守れなかったのね。すべて忘れてゆっくり眠りなさい。かわいそうに一人ぼっちで悲しいのね。ああ、三蔵がこっから出してくれるから。そう、本当に来てくれるのかしら。捨てられてしまったのかも。もっとあなたの心の奥を見せて。あの子はいらない。腹減った、朝飯。あ、どうした、白龍。おはよう、よく眠れた？ああ。他のみんなもゆっくり眠れたそうよ。ね。ああ、こんな爽やかな朝は久しぶりだ。本当ですね。ああ、ずっとここにいたらどう？そうしたいけどさ、俺たち西に行かなきゃなんないんだ。なあ、さんぞ。西か。いらない子は捨てて戻ってらっしゃいね。楽しみだぜ、肉まん。次のところまでどれくらいかかんの？あ？なあ、聞いてんのかよ、三蔵。ああ。三蔵？なんか三蔵変じゃねえ？変？そう。うわっ！ははっ！いいわ、いいわ！あぶねえ。久しぶり。久しぶりじゃねえよ、こないだ会ったばっかだろ。倒すまで何遍だって来るもんね。上等じゃん。さあ勝負だ、三蔵一行。勝負。そうだ、勝負だ、ハゲ坊主。あ、なんかいつもと違うね。どうしたの？俺が聞きてえよ。リリン様、なんか変だよあいつら。変？偽物か？本物だよ。だったら勝負しろ。
経文、こんなもの欲しけりゃ持ってけ。三蔵、何やってんだよ。これ守るのが三蔵法師なんだろ。くだらん、三蔵法師なんざもうやめだ。はあ。よう、お前んとこの大将どうしたよ。なれなれしいな。あ、五条。危ないな。破壊。僕は村に戻ります。俺も戻ろう。村に。村村って、あの村が何なんだよ。なんかあんのかよ。あの村はいい村だ。そうだな、いい村だ。ええ、いい村ですよ。サンド、なんだか三蔵さんたちじゃないみたい。おい、何があった？そのスイカって女が怪しいな。ダメだなお前ら、もっと陽気に敏感にならなきゃさ。でも悪い感じはしなかったんだ。料理もうまかったし、その人の子守歌聞いてるとすごくいい気持ちになったんだ。子守歌？記憶を抜く妖怪。うん、私聞いたことがあるわ。その妖怪は人の辛い記憶を子守歌で抜き取るんです。三蔵たちも記憶を取られたってことか。おそらく。俺、返してもらいに行ってくる。待て。なんだよ。忘れた方が幸せな記憶ってのもあるんじゃねえか。五条は子供の頃、俺のおふくろ、あいつにとってのママ母に襲われた。それを止めるために、俺がおふくろを殺めたことも気に病んでいる。人には忘れた方がいい記憶っていうのもあるんじゃねえか。忘れた方がいいかは本人じゃなきゃ分かんねえじゃん。って、そりゃそうだな。他人が決めることじゃねえな。あら、三蔵たちは私の館で暮らすことになったのよ。返せよ。何を？三蔵たちの記憶だ。ここで暮らす気がないのなら村から出て行ってちょうだい。三蔵たちも一緒だ。あの子たちはずっとここにいるの。勝手に決めんじゃねえよ。三蔵たちを返せ。なんだ。あの子たちはもうこの村の子よ。なんだと。しないとまずいかもしれん。お前ら、皆さん下がってください。急いで。
で幸せに暮らすの。諦めなさい。欲しけりゃ持ってけ。おい、サンゾ、何やってんだよ。その妖怪は人の辛い記憶を抜き取るの。取られた人は辛い記憶が消えて楽になるせいか、その妖怪のそばにいたがるんですって。サンゾ、寄り道の多い奴らだね。大丈夫なのでしょうか。まさかこのまま西へ向かわないなんてことは。ならばそれまでの連中だったってことさ。うん、あれは八尾根の。やはりダメですか。絶対ぶっ壊す。そんな棒でなんとかなんのかよ。気合だ。気合か。気合ならおいらも。待て待て、気持ちはわかるが、お前たちは何をしてるんだ。高外寺。お兄ちゃん。高外寺様、何があった。あなたたちを苦しめる辛い記憶は私が眠らせているの。そうか。ここにいれば永遠の安らぎが味わえるの。わかるでしょう。ここはいいところです。そう、ずっといるわよね、私のそばに。ああ、いい子ね。みんながここにいてくれて私も嬉しいわ。辛い記憶を抜く妖怪と暮らす幸せな村か。俺も聞いたことはあるが。何か。いや、俺の思い違いかもしれん。それよりもその記憶を取り戻さない限り、奴らは元に戻らないということだな。珍しいタイプの結界だな。どうやって張ったかわかるか。呪文なんだろうが、歌を歌ってたな。なるほどな、音か。俺の召喚まで破る。さすがお兄ちゃん。どうして教文を取らないのかと言いたいのか。確かにチャンスだがな。仮一つな。耳を塞いでおけ。ボンカンタサタタギヤタタラバーサタヤノーケイリジヤケンリジンバテイボンエイジャビータシロシリシトボンラーカゼイゼイタミリアンボンキリクジャーランラジンバテイボンダラバシャーケイヨ成長だ。おゆき、
大丈夫ですか？平気よ。ありがとう。簡単にはいかないようだな。操られてんのかよ。眠らせます。え、眠らない。やはりな。あいつらはもう人であって人でない。どういう意味だよ。ヤオネが言っていた妖怪の話は100年以上も前の話だ。おそらくこの村人たちの肉体はすでに死んでいる。あなたたちはここにいれば心穏やかに暮らせる。私も寂しくない。ああ、ずっと一緒にいましょうね。ええ、私毎日おいしいご飯を作ってお洗濯をして夜になったら歌を歌うわ。それがずっと続くのか。そうよ、いつまでも永遠に。油断するなよ、リリン。うそ。キリがねえよ。悟空、一瞬だけ奴らの動きを止めてやる。その隙に行け。お前らは？人の心配より自分たちの心配をしろ。独学寺、しばらく頼む。了解。本人だ、サハラーダマサンキ。気の利きが高いで今の。マジアホキアホ、オンミノキアノウンナマーナ、ヤタナマーサ、オンミノキアトウデイチ、オンミヤタナハボーズ、オンザラマスパーチ、オンカルクッパタラマ、オンカンタスパタキアクタラバーサカ、アンナダボンダマスパク、オンエイジャビータチクロスリーチソワ、オンザラマスパーチケイヨー、エンゴスキーケッサッケ。あいつら戻ってきたら何かおごってもらおうかんね。三蔵！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 五条！八海！くそ、どこだよ。白龍！そっちだな。この三蔵？なんだよこれ、こんなもの。
消えた。あ、もしかしてこれが抜き取った記憶なんじゃ。待ってろよみんな。するなんて、ここの妖怪は本当にこの村の人たちの幸せを思っていたのでしょうか。記憶を抜く妖怪にはもう一つの話がある。昔ある村に住んでいた妖怪が人間の男に惚れた。人の過去を抜き取ることのできるその妖怪は、男が辛い過去を背負い苦しんでいることに気づいていた。けれど妖怪は男の記憶を抜くことはしなかった。男もそれを望まなかったし、妖怪は自分の愛で癒せると信じ、ただ尽くし続けた。しかし、ある日男は、自ら命を絶った。妖怪の心に残ったのは後悔か、男に対する恨みか、それはわからない。だがそれ以来妖怪は、出会うすべての人の辛い記憶を抜くようになったという。みんな元に戻ったのかな。余計なことをしなければこんな目に遭わずに済んだのに。余計なのはそっちだろ。白龍、ひどい子ね。私はみんなの幸せを願ってしたことなのよ。そんなことは間違ってる。三蔵たちはそんなこと絶対に喜ばない。今でもそう考えてると思う？辛い過去から解放された安らぎを知った今でも。どういう意味だ。悲しい思い出を受け入れ直すのはとても辛いことよ。誰もがもう一度忘れさせてくれと頼むわ。かわいそうに、あの子たちはきっと辛い思いをしているわ。それとも思い出から必死で逃げているかしら。三蔵たちは逃げない。悲しい記憶にとらわれる辛さをあなたにも教えてあげる。三蔵が来てくれるんだ。あなたはずっとそのまま。
繰り返し何度も同じ夢を見続けるの。記憶が戻って辛いのね。大丈夫よ、もう一度眠らせてあげるから。安心して。どうして？幸せだったでしょ？安らかだったでしょ？覚えてるさ。気持ちのいい夢見てるみたいだったな。だったら。でも夢は夢です。バカな子たち。バカな子たち。あんたもな。終わったのか。おい。来てやったぞ。三蔵、目が覚めたんならさっさと立て。あれ、おはようございます。あ、そうだ、あいつもう終わりましたよ。お前がおねんねしてる間にな。なんかそれ納得いかねえんだけど。俺がみんなに助けられたみたいじゃん。あら、違うの？違うよ、体験だったんだぞ。三蔵は今日も捨てちゃうし。何の話だ。ああ、いつの間に。おめえ夢でも見てたんじゃねえのか。え、だってお前らさっきまで。いいけどな、元に戻ったんなら。そうそう、いいのいいの。やめろって、なんかムカつく。なんだよ、いい子いい子してやってんだろ。こんなだって、やめろ、セットだ。どこがセットだ、ゴキブリヘアの。なんか触るな、時間がかかるんだから。いつもの彼らですね。そうでなくては張り合いがない。ナナ、やっと待っていて。じゃあ、どうぞ。じゃあ、肉まんは？みんな同じ。やっと動き出しましたか。この調子では天竺にたどり着くのはいつになるやら。いいんじゃねえの。は？寄り道こそが旅の醍醐味ってな。